はい、どうも、オギー、改め、オギーっていう風に改名しました。オギーで、これからよろしくお願いします。はい、なんでオギーなんだ。まあそれはね、これから後々話していこうと思います。それで今日は雨の日ということで、雨の中でもスケートボードができるのかっていう企画をね、ちょっと今日やろうと思います。で、雨の日スケーターの皆さんは何をしてますか。まず、まあ自分だったらやっぱりスケートボードのねビデオ見たり、まあインスタでスケートの映像チェックしたりとか、まあ YouTube 見てスケートボード見たりとか、まああとはゲームしたりとか、まあ体休める、メンテナンスするとか、いろんなね、まああると思います。でもまあビデオ見てたりとかすると、まあ滑りたくなりますよね。はい、じゃあそういう時どうしようってなった時に、まあまずは室内のスケートパークに行くのがまずベストだと思います。室内スケートパークね、で身近にない人もいますね。であとはほんのちょっと滑りたいだけなのに、あれちょっとだけやりたいだけなのにっていう時だと、やっぱりその辺ね探してみて、まあ屋根がかかってるところを、まあ冒険ですよね、それもちょっと探して、人の迷惑にかからないところを探してスケートボードをしてみる、滑ってみるっていうのも一つのスケートボードの楽しみ方だと思います。ということで今日はね、屋根のかかってるこうちょっとね来てみました。はい、まあ最高ですね。ということで今日はここでいろいろやっていこうと思います。ではまずなんか一人足りないので、あ、せいさんですね。はい、じゃあせいさんの方もちょっと呼んでみようと思います。じゃあせいさん、カモン。はい、どうもせいです。はい、どうも。プルプルしてますね。グラグラしてますね。ワープしてきたんですね。さすがですね、はい、まあおじさんということで、やっぱり昭和の流れですよね。はい、面白いと思います。今日も雨ですね。雨ですね。でもやっぱ滑りたいですよね。まあ時間あったら滑りたいですよね、雨でも。うん、ということで、まあ屋根がある場所に来たってことですね。そうですね。で、まあ、今日アウトじゃないんで、うん、まあちょっとしたこの例えば宴席とかもあるんですけども、うん、まあ、そういうところでいつもやってるような遊び、うん、いろんな楽しみ方、うん、そういったのをちょっと皆さんに紹介できればと。で、今後のスケートライフに少しでも役立ててもらえればなっていう感じで、まあ、今回やらせていただきます。そうですね。どういうふうに遊ぶかとかっていうね、遊び方やっぱ分かんない人やっぱ多いと思うし、自分もやっぱいろいろ遊んできたけど、スケートパークでやっぱりデビューしちゃうと、遊ぶよりもやっぱ練習っていう方が多くなっちゃったりとかするんで、まあ、その遊び方を少しでも増やすと、まあ、楽しくなってスケートボードに乗る機会が増えて、まあ、あとはもうもっと上手くなりたい、上手くなりたいとなれば、いろんなね、今からやる、これからやって、これまでやってきたハウトゥーとか、そういうのもすごく役立ってくるのかなと思うので、遊びましょう。そうですね。はい、じゃあ行きますか。行きますか。はい、それではレッツゴー。
こちらの物件です。これは、はい、上に鉄骨がまあありますね。で段差があります。段差ってます ね段差降りるだけ簡単だよっていう人、あとはここのありますよね、これこれを例えば前と後ろ動かせるの簡単だよっていう人、これあの、まあ、ちょうどウィルがカポってはまるっす、ね、あこれ引っかかったらどうなるかなんとなく想像つきますよ ね、 ですね、自分だけ吹っ飛ぶやつですね、はい、まあ、だからなんでここをオーリーしようとしてももうオーリーしたらちょうどここ、そうですね、しかも上の鉄骨に頭かオーリーできません、はい、じゃあどうやったらこれを越せるかって言ったら、前を浮かして後ろを浮かして、そしてここでまた前を浮かしてポンって降りる。あ意外と難しい。そうですね、結構しゃがんでってなるんで、例えばだけどこういう溝行ける人はこういう溝もちょっとこうやって乗っ取ってっていうのも結構遊びとしてはすごくいいです。そうですよね、それできるとオーリーじゃないけど前を浮かして後ろが体を浮かすだけで取れちゃう。で一応いけます。そうですね、はい、まあ、こういうのもあるんでこれを使ってそこを行ってみましょう。とりあえず鬼道さんお手本ですね。そうですね、これもね、引っかかったら嫌なんで結構集中してやります。一発で決めたいんで、はい、ちょっといきますね。スピードはゆっくりでいいと思います。いきます。すごい。まあ簡単でしたね。すいません。まあでも一発さ、そこはプロですね。まあ通るだけですからね。そうですね。はい、わかりました。じゃあ、じゃあ先生行ってみますか。やっぱり。はい。じゃあちょっと待ってください。はい。ダダン。さあやってまいりました。行きます。生産チャレンジ。いけるか。これね正直ね。ショービットとかオーリーよりも簡単です。前と後ろ浮かせてポンと飛ぶだけなんで、なるべく近くからお願いします。来た来た、あぶな。これがあのやっちゃいけないやつですね。はい、ということでじゃあ行きますね。セカンドトライ。もしかしてビビってますか？いやビビってます、ね。ビビってます。はい。じゃあ落ち着いて。はい。ただ降りるだけですよ、ね。トントントンですよ、ね。そうですそうです。トントントン。右左右。前後ろ前。後ろ。はい。次じゃあ本気出しますね。お願いします。でそこで前浮かせないとこうなると。しかも俺ここ掴んでましたね。スケートボードの機能でいうと前浮かしてノーズ浮かして後ろテール浮かしてっていうなんかこう超シンプルな機能なんで、これは使いこなせるようになった方が遊び方めっちゃ広がると思います。あ欲しい。後ろさえもう分かりました。はい、まあこういうチャレンジがね楽しいっていうか、ただこの上の鉄骨これがキーポイントですよね。それなければ多分これなんてことないんですよ。はい、こんなもんですね。やたら喋りますね。お願いします。あ惜しい。
ベベー。わかった。じゃあ行きます。はい。さあここで。前。これはね、一応ハウトゥーっぽくなるけどね、軸の移動です。そうですね、前浮かして後ろ浮かして今度前を浮かせる、左右左の後ろに、そう、腰の移動と軸の移動を意識すると、まあエンドウォーク、エンドオーバーできればできます。そこで前を浮かさなきゃいけないと。そうそう、ここで後ろに行けない、早いんですよこれ結構。ベベー。3分30秒経過です。ベベー。あ、わかった。もっとテールに足、じゃあこのゲームはあの5分までタイムリミット決めましょう。残り1分10秒です。こうやるとね、ゲームも楽しくなります。おながらさっきの使ってルーティンでやっていきます。そうですね、ちょっとかっこいいところ、はい、お願いします。じゃあ、せいさん、はい、今日のメインディッシュになります。これですか。そうです。これでこのロングボードスライド、バックサイドボードスライド、バックサイドボードスライド、どこまでいけるかをチャレンジしてみましょう。そうですね、これあのぶつけ本番です。はい、ぶつけ本番です。あの練習してないです。はい、一応どれぐらい滑るかだけ、まあ、ワックス差し込み済みです。まだ完璧ではないんで、そうやってこれを使ってレールバーついてるんでいけると思います。いきます。はい、おお、惜しい。いきますね。ナイス。自分一番びっくりしてました。セカンドトライ。まあ、直力水平で。滑りたいやそうっすね。あ、まあ。はい。ということで、今回はこれにて終了ということになるんですけども、はい、まあ、一応ボードスライドも3分の1ぐらいですか、まあ流せたんで。そうですね、まあこういう遊び方もあるってことですよね。そうですね、うん、まあスケートボードは無限大です、遊び方は。そうですよね、はい、まあこれだったらあのおじさんおばさん別にオーリーとか、うん、まあトリックそんなにできなくてもなんか通ってみたとか、うん、通ってみたら意外と難しかったとか、そう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 、なんかあんなんでもすごい達成感もあるし、うん、意外と怖いんですよ。まあそうそう、侮れないです、ね、侮れないです。でもまあこれ、いや、あんまり危なくもないし、楽しむのには、まあそうですね、こういう楽しみ方もあるよっていうのを一つね、うん、覚えてもらうとですね、参考にしてもらえればと思います、うん、そうですね。じゃあ、まあそんな感じですね。そうですね、まあ
ああいう遠赤の遊び方ももうもっともっと本当はあるんですけどね、うん、まあ時間もちょっと時間だったんで、ですね、もう暗くなってきて遊びすぎちゃったですね。そうですね、もう晩ご飯の時間なんで夢中になっちゃってじゃあまた次回あの面白いことしますんで、そうですね、またいろいろやるんで、ぜひまた見てください、はい、あと本当気に入ってくれたらいいねボタン、あとチャンネル登録ぜひ、はい、お願いします。あ、OG3、 あ、 OG に改名したんですよ。 OG です OG3 です、はい、じゃあ今日はさよなら。はい、さよなら、またね。